1月31日今日は優子さんとディズニーランドに行く日だった。僕は朝早く目が覚めた。朝早くに起きた。ひげを剃って顔を洗ってサンドイッチを食べて東京ディズニーランドに行くために優子さんと駅で待ち合わせをした。優子さんが駅にいた。いつものように可愛かった。電車に乗って東京ディズニーランドに行った。電車の中で優子さんとたくさんの話をした。優子さんには弟がいた。弟は大阪で大学に行っているらしい。優子さんは東京で大学に行っている。僕も東京で大学に行っている。弟はとてもスポーティーでとてもモテるらしい。いつもたくさんの女の子が弟のことを好きだというらしい。僕はそんなにモテない。僕はあまり人気じゃない。だけど優子さんと一緒に電車に乗っているだけで僕はとても嬉しかった。東京ディズニーランドでたくさんの時間を過ごした。昼ごはんはカレーライスを食べた。優子さんと一緒にカレーライスを食べた。優子さんはとても楽しそうだった。だから僕もとても楽しかった。東京ディズニーランドに6時までいた。午後6時に東京ディズニーランドを出た。電車の中で僕は少し寂しかった。今日はとてもいい日だった。東京に戻ってきて、駅の外で僕は優子さんに告白をした。優子さんに好きです。と言った。付き合ってください。と言った。優子さんは、はい、いいですよ。と言ってくれた。そして、僕と優子さんは、ボーイフレンドとガールフレンドになった。僕はとても嬉しかった。優子さんを幸せにしたいと思った。家に帰って眠った。すごくいい夢を見た。僕は優子さんと結婚をして子供が二人いた。大きい家に住んでいた。犬も一匹いた。僕たちはすごく幸せそうだった。だけどちょっと恥ずかしかった。僕はこれから
優子さんを大事にしたいと思った。おしまい。